ホーム FC 大阪戦気になった点を3つ挙げます。1、突然復活、原崎式5バック。試合を見て驚いたのが、フォーメーションがいきなり5、1、2、2になっており、ほとんど可変らしきものがなく、見え切らないテンションでボールを回して時間を潰し、ハイプレスも数えるほど、ゲーゲンプレスに至ってはほとんど確認できませんでした。長澤監督が、 試合終盤でよく使う541ブロックとも雰囲気が違います。どうも右サイドの中野選手とモテギ選手にトラブルがあったらしく、長澤監督曰くぶっつけ本番でやったとのこと。以前こちらの動画で説明した原崎前監督の5バックとほぼ同じ戦術。現代サッカーで重要な5レーンについて5枚のディフェンダーが並ぶことであまり深く考えることなくケアすることができます。ぶっつけ本番とのことで不安定な運用だったとは思いますが、今後もオプションとして 使うのはありだと思います 2. 東海大学魂。藤井選手の無骨さ。ぶっつけフォーメーションだと個々が頑張らなければいけない割合が大きくなりますが、そこで光ったのは藤井選手の前線での振る舞い。彼の母校である東海大学のホームページを見たのですが、目指すサッカーが堅守速攻、プレッシングフットボールとのことで、ある程度年季のいった大宮サポーターだと響きだけで白米が進みそうなコンセプト。試合時間19分25秒。 藤井選手がハイプレスを開始、ただし、戦術がぶっつけ戦術だったためか、誰もついていきません。しかし、藤井選手3人目の選手まで追っていきます。相手選手は冷静に藤井選手の逆をつき、藤井選手はプレスをやめますが、かわされてもなお細かい立ち位置の微調整を繰り返し、相手の行動を制限し続け、35秒後の20分00秒、後方の石川選手のボールダッシュが成功し、一気にゴール前での決定機までつなげました。その後のシュートは精度を をかけますす。が、藤井選選手手のののの圧力と石川選手の後方ででボールハンンティングの相性は良さそうです試合時間66分40秒押し込まれた大宮が苦し紛れのクリアその後転がっていったボールを藤井選手が全力で追いますが相手選手は叫んじて激突し倒れますがよろめきながらもスプリットをやめず左サイドまで走り相手のパスを制限しました以前の試合で pk をゲットしたシーンでも、笛が鳴るまでプレーをやめませんでしたが、全くブレない姿勢は心を打ちます。3、大宮ユース卒、某選手の白ける行動集。 試合時間62分00秒。笛が鳴ってもいないのに倒れた後の大げさな審判へのアピール。試合時間62分30秒。相手をプッシングした後に大げさな無罪アピール。試合時間65分5秒。ロングボールについて相手選手が競りに行きますが、体をくの字に曲げて相手選手は危ない角度で落下し、会場は騒然。試合時間77分00秒。ネイマールのごとくもらいに行き、倒れている最中にもう両手を広げてファールですよアピール。藤井選手や杉本選手、石川選手 選手のガッツを見た後にこんなのを見せられたら周りからどう思われるのか一回考えてほしいです。以上3点でした。最後に心配事集です。ようやく主力級の怪我人が戻ってきました。シルバー選手には大暴れしてもらいましょう。最後までご視聴ありがとうございました。